メリット・ヘイワード・ギフィンはアメリカ合衆国の元陸上競技選手である。1908年に開催されたロンドンオリンピックの円盤投げ競技では銀メダルを獲得した。ロンドンオリンピックでの円盤投げ競技は1908年7月16日に11の国から42人の選手が参加しホワイトシティスタジアムを会場として実施された。選手たちは A 組から F 組までの6グループに分けられて、決勝進出を目指した。ギフィンは、予選で40メートル70センチメートルのオリンピック新記録を出して、予選 C 組の1位となって、同日の決勝に臨んだが、決勝では1904年セントルイスオリンピックと1906年、アテネオリンピックの円盤投げ覇者であるマーチン・シェリダンが、 その記録を上回る40メートル89センチメートルの新記録を出してオリンピック3連覇を果たし、ギフィンは銀メダルを獲得することになった。他の主要な競技会では1910年の AAU 選手権で優勝した経験がある。しかし、ロンドンオリンピックのわずか3年後、1911年7月1日にイリノイ州ジョリエットで死去している。 オリンピックアスリーツボーンインロックポート、イリノイ、ユナイテッドステーツ2017年9月17日、閲覧。この大会は、現在のオリンピック誌では、非公式大会扱いにされている。詳細については、当該項目を参照のこと。アスレチックスアットザ1908ロンドンサマーゲームズ、メンズディスカススロー2011年10月2日閲覧。ありがとうございます。